トへ、これも距離は十分だ、打球が伸びていく、そのままスタンド、今シーズン第10号中島フェルナンデス連続ホームラン、ライオンズが初回3点を先制しました。ライオンズにとってはね、はい、このやっぱり3点というのは大きいですね、そしてやっぱりこの持ち味である長打、ホームランでの得点というのは ね勢いをつけますね。特にこの前の2試合がね、はい、逆転負けをしているわけですよ、そこでこういう3戦目というのはね、非常にライオンズの選手にプレッシャーかかるんですが、はい、まあ、これは本当に勢いといい、やっぱりその流れを断ち切るのには非常に効果的な点の取り方になってますね。そうですね、昨日からこのフェルナンデスも大当たり、これでチームホームランはライオンズの場合は今日の2本を足して143本、これはリーグ第2位の数字です。まあ、ライオンズはチーム打率が2割7分2厘、これゲーム前なんですが、リーグ3位、チームホームランも第2位、チーム盗塁も110個、ホークスについて第2位と、攻める方では非常にバランスが取れています。まあ、このね、はい、やっぱり平均以上をね、やっぱり着実に取ってる、これがやっぱりチーム力ですね。そうですね。